10日、家に帰ってみると今日も部屋に何かの違和感を感じる。ここのところ毎日のように違和感を感じるのだ。真相が知りたくなり、部屋に隠しカメラを取り付けることにした。朝出勤して夜に帰宅するまでの間をずっと録画。これを見れば何かが映っているかもしれない。会社から帰宅した俺はすぐに例の録画映像を再生してみる。朝、慌ただしく俺が出勤していく様子が映っていた。その後しばらくすると、顔も見たことがない女が俺の部屋から外に出ていく姿が映っていた。この女はいつから俺の部屋にいたんだ。俺は部屋の中を見回して恐怖した。死の手紙。ある日のことです。私が自宅に戻ると一通の手紙が届いていました。でも封筒には宛名も宛先も書いてありません。不思議に思いながらも中を覗いてみると、〇〇さん交通事故で死亡と書いてあります。私は単なるいたずらだと思い、その手紙を捨てました。次の日、私がニュース番組を見ていると、どこかで見覚えのある名前が表示されています。なんと手紙に書いてあった名前の人が交通事故で亡くなったそうなのです。私は急に怖くなりました。これは偶然だ、そんなことあるわけがない。ただその日もポストの中に例の白い封筒が入っていたのです。中を見てみると近所の人の名前が書かれていました。崖から転落して死亡とも。次の日、手紙に書いてあった近所の方が亡くなりました。崖から落ちて亡くなったそうです。そして次の日、また手紙が届きました。今度は友達の名前、その子も同じく亡くなりました。私は毎日恐怖との戦いです。でもまた手紙が届いたのです。中は見たくないけれど見てしまった私。そこには自分の名前が書いてありました。恐怖と絶望、こんな手紙に殺されるくらいならと、私は自らの命を絶つことを決意、自殺しました。手紙の最後にはこう書いてありました。私の名前、自殺、自殺。普通じゃない泥棒。これは数年前の出来事。一人暮らしをしていたのですが、いろいろうまくいかなくなることが多くて、結局実家に帰ったんです。ある時、警察から私宛に電話がありました。電話の内容を要約すると、私が一人暮らしをしていた時に私の家に泥棒が入ったのだと言います。でも不可解なのが、盗まれたものはないのです。泥棒は私の家に忍び込んで何をしたのかというと、私の下着を写真で撮ったらしいのです。意味不明です。このことは犯人が別の事件で捕まって余罪で発覚したのだとか。当時私は夜中に居酒屋のバイトをしていましたので、夜に家を出て朝帰ってくるという生活でした。泥棒はそれを知っていたのか、夜に忍び込んだらしいのです。日記で泥棒が入った日を確認してみると、ちょうどその日のバイトは早上がりでした。一旦家に帰り準備してからすぐに友達と遊びに行った日なんですが、私が一度帰宅した時に部屋に隠れていたらしいのです。
押し入れの中に。もしあの日遊びに出かけていなかったらと思うと、それ以来怖くて一人で部屋にいることができません。警察には写真、パンツの写真を署まで確認しに来てほしいと頼まれましたが、断りました。ストーカー電話。ストーカーの被害に悩む A 子さんの話。どこで調べたのか、毎日のように無言電話がかかってくるのだ。ある日のこと、 A 子さんはついに我慢の限界に達し、無言電話をかけてくる相手に、いい加減にしてよねこの変態とかなり強く言った。相手は一言、殺すとだけ発した。初めて相手が喋った言葉が殺す。なんとも不気味で怖すぎる。 A 子さんは警察に相談に行くことにした。殺すという言葉があったためか、警察は逆探知をしてくれるという。その夜、例のストーカー相手から電話がかかってきた。でも今日は今までと少し様子が違うのだ。無言ではなく、電話の向こうで声を出して笑っているようだった。こんな気持ち悪い電話、早く切りたい。でも逆探知してもらっているため、電話は引き伸ばした方がいいのかなと A 子さんは切るのをためらっていた。でもこんな不気味な声、聞き続けたくない。 A 子さんは電話を切ってしまった。直後に電話がかかってきた。出てみると警察からの電話で、彼女は少しだけ安心したのだが、警察の声は切羽詰まって聞こえた。そしてこう言われたのだ。早く逃げるんだ。君へのストーカー電話は君の家の中からかかってきているんだよ。魚釣りと猫。大学生の頃の話。俺は二階建ての小さなアパートに住んでいた。そのアパートのすぐ近くに大きい公園があって、その公園には野良猫がたくさん住んでいた。この野良猫たちは近所の人が餌をあげているようで、人を怖がらず、とても人懐っこく可愛いのだ。俺も公園に行った時は野良猫と遊んで、たくさん癒されていた。しばらくすると、公園の野良猫を全部区別できるくらい仲良しになれた。そんなある日、一匹の野良猫の尻尾が根元から切られているのを発見した。最初は野良猫同士の喧嘩かと思っていたのだが、それから約2週間後、また公園に行くと、今度は他の野良猫の尻尾が切られていた。しかもかなりの数の猫たちだ。俺はやりきれない気持ちと怒りがこみ上げる。誰だこんなことをしたのは。明らかに人の仕業だろう。猫の糞とかに困った近所の住人がやったのか。クソは人間だってするだろう。口のきけないものをなぜいじめる。ただ誰がやったのかわからない以上、文句の言いようがない。俺のアパートには30歳の独身のサラリーマンが住んでいた。彼とは顔を合わせることが多く、仲も良かった。その人は釣りが趣味で、俺を釣りに誘ってくれた。ある日、その人と近所の川でブラックバスを釣りに行った。俺は全く釣れなかったけれど、その人は大きいバスを3匹も釣ってた。どんなルアーを使ったのだろうか。気になった俺は、その人がいない時にルアーボックスを見てしまった。次の瞬間、
俺は激しい怒りがこみ上げてきた自分を抑えることができなかった。殺人犯の凶器。ある女子大生が大学の先輩のアパートで行われた飲み会に参加した。飲み会は終了し、彼女はアパートを出てしばらく歩いていた。あ、しまった。先輩の家に携帯電話を忘れてきてしまったようだ。彼女は急いでアパートに引き返した。先輩のアパートの部屋のインターホンを鳴らす。反応がない。先輩、眠ってしまったのだろうか。ドアノブを回してみると、鍵はかかっていなかった。小さな声で、お邪魔します、と言うと、彼女は携帯を取らせてもらうことにした。部屋には電気がついていない、真っ暗闇。やっぱ、先輩はもう寝ているのかもしれない。寝ているのに、鍵をかけないなんて、なんと不用心な。彼女は電気をつけて先輩を起こしてあげようかとも思ったが、さっきの先輩はかなり酔っていたことを思い出す。酔っているんだから寝かしてあげよう。真っ暗な中、手探りで携帯電話を探し出すことに成功。忘れ物を取りに来ました。先輩、お邪魔しました。と、小声で言い残すと、その部屋を後にする。翌日、彼女は先輩のアパートの前を通り過ぎた。すると、なぜだかアパートの前には大勢の警官がいたのだ。なんだ？そばにいた警察に、何かあったんですか？と尋ねてみて、彼女は驚いた。先輩が昨日部屋で殺されたというのだ。嘘でしょ？と信じられない彼女。警察が言うには、部屋は荒らされていて、強盗に殺された可能性があるという。ああ、やっぱりあの時電気をつけて先輩を起こしてあげた方が良かったのかも。そしたら先輩はこんな惨劇に巻き込まれなかったのに、と彼女はひどく自分を責めた。彼女は自分を責めながら、昨日自分がこの部屋にいたことを警官に話すと、一人の刑事が彼女に見てほしいものがあると言ってきた。部屋の中でこのメモを見つけたのですが、何か心当たりはありますか？と。彼女はそのメモを見て気を失いそうになった。そのメモにはこう書かれていたのだ。電気をつけなくてよかったな。隣の赤い部屋。地方から出てきた女子大生。東京の大学に進学が決まって、東京で一人暮らしをすることになったのだ。あるマンションに住むことが決まり、ドキドキの新生活突入。そんなある日のこと。住んでいる部屋の壁に小さな穴が開いていることに気がついた。その穴は隣の部屋につながっているようだ。女子大生は好奇心から穴を覗き込んだ。穴の向こう、隣の部屋は真っ赤だった。隣の部屋は赤い壁紙を使っているのかな？と思った女子大生。なぜだか気になってしまい、翌日も翌々日もその穴を覗いてみた。相変わらず隣は赤い。でも隣だけ赤い壁紙なんて少しおかしくないか。気になった女子大生はマンションの大家に聞いてみた。私の隣の部屋にはどんな人が住んでるんですか？と。すると大家さんはこう答えた。ああ、あなたの隣の部屋には病気で目が赤くなってしまった人が住んでるんですよ。
実家暮らしの男。俺は今二十歳、実家で暮らしてる。今さっきのことだ。時刻は深夜12時過ぎ。部屋で寝転がり、スマホをいじっていると、部屋のドアがノックされた。あのね、お母さんだけど、今ちょっといいかしら。今ね、しんすけくんに大事な話があるのよ。ドアノブが回される。俺は叫んだ。開けるな、あっち行けよ。あらやだ、二十歳過ぎたのに、まだ反抗期なの？笑って嫌がる。とにかくあっち行けよ。俺がきつく言うと、しぶしぶどこかに行ったようだ。そうなのだ。俺には母親がいない。俺を産んでからすぐに他界してしまったのだ。今の一体誰だよ。母親が二人。子供の頃の話。当時の僕は二階建ての借家に住んでいた。両親とも働きで、母親も日中は仕事をしていたから、僕が学校から帰っても家には誰もいないことが多かった。ある日のこと、その日は学校から帰るのが遅く、家に着いた時は夕方だった。家の中は暗い。でもこの時間だからお母さんが帰ってきている可能性はなくはない。念のため、お母さんと呼びかけてみると、2階からか小さな声で、はーいと返事が聞こえてきた。あれ、お母さん帰ってきてる？もう一度呼んでみた。すると、はーいと返事が聞こえる。気のせいではないようだ。2階へ上がる。階段を上がり、もう一度母を呼んだ。すると、奥の部屋から、はーい、と声が聞こえる。奇妙な胸騒ぎがする。でも、母に会いたい気持ちが強く、僕は奥の部屋へゆっくりと近づいた。その時、一階で玄関の扉を開ける音がした。そして、母が慌ただしい様子で、買い物袋と共に帰ってきたのが分かった。同時に、俊介、帰ってる？という母の明るい声が僕に飛び込んでくる。その声を聞き、元気になった僕は階段を駆け下りた。階段を降りる前に一瞬だけ奥の部屋にふと目をやった。すると、奥の部屋の扉がギーッと小さく開き、扉の隙間から奇妙なものが見えた。それはこちらを見ている真っ白い人の顔だった。両親どちらを信じるか。学校から帰宅し、家の台所で麦茶を飲んでいた。その時に台所の床下の収納スペースにお母さんの死体が押し込まれていることに気がついてしまった。一体誰が？もしかしてお父さんが？ちょうどその最悪のタイミングで隣の部屋からお父さんが顔を出した。ユミ、お母さんは他に好きな男ができたんだ。お父さんやユミのことを捨てて出て行こうとしていた。だから喧嘩になってしまい、勢い余って殺してしまったんだ。お父さんはそう言うと泣き出した。私は警察に通報する気にはなれなかった。お父さんがしたことは仕方のない事故に思えた。このことは隠し通して二人で暮らしていこうと思った。意気消沈しながらも自分の部屋に戻ると一枚のメモが落ちていた。ユミ、早く逃げて。
お父さんは狂っている。